これまでの滅亡の光は後方からタイコンデロが率いる5000隻の地球艦隊が前進し、戦線を構築していく。ヴィクトル王子、そんな星のためになぜ戦う？敵将銀河帝国艦隊副司令官ヌルベイが告げる。ヴィクトルは敵将が部下であったウィルセンを沈めた男であることを覚えていた。満身創痍になりながらも横目で地球艦隊を確認したヴィクトルはにやりとして言い放った。俺は売られた喧嘩は多めに買ってやる主義だ。惑星破壊兵器内部、鉄道だ。各部隊、目標地点へ向かい、フィールド発生装置を破壊する。我々がこの作戦を成功させなければ、地球は滅ぶ。ここにいる我々だけが、未来を変えることができる。各員、グッドハンティング。惑星破壊兵器内部は広大な複合構造になっており、それらは大小の様々な通路で結ばれていた。正確に言えば、いずれも通路ではなく、装甲やシステムを構成する、構造の合間を縫った空間だった。必然、それは正規の通路ではないため、行き止まりも存在する。一部の区画では機密され、どういうわけか待機が充填されているようで、部隊は様々な区画の壁を破壊し、目的地へ向かう必要があった。そのため、各部隊はブリッジバスター等の指向性爆薬を大量に保持しており、必要に応じて内部構造を爆破し、道を作り出す必要があった。限られた爆薬をどこで使用し、どこに行くかは、ひとえに突入部隊の起点にかかっていた。惑星破壊兵器の地球到着まで残り24時間。鉄オーラ突入部隊がいかに素早くフィールド発生装置を破壊し艦隊の砲撃時間を稼げるかに勝敗はかかっている。直径 900km を誇る巨大兵器の内部をくまなく探索することは土台不可能で、限られた時間で目的のフィールド発生装置に到着できる確証はない。だが鋼男の異名を持つ鉄オーにとってそんなことは関係なかった。シンプルな話だ。地球を救うためにはフィールド発生装置を破壊する以外に道はない。そうと分かれば余計なことは考えずに一直線に突き進むまでだ。戦友は納期をなくしていた鉄男にとって敵討ちの感情も思いに拍車をかけていた。アノーキーやグラハムといった人気突入部隊のエキスパートたちがついえた今、鉄男の両肩には並々ならぬ重圧がのしかかっていたが、同時に復讐心にも駆り立てられていた。死んでも成功させてやる。そう言って帰らぬ人となったアノーキーが脳裏をよぎった。地球連邦平和維持軍突入部隊の大黒柱であったアノーキーは、表立って認めたことこそなかったものの、鉄道にとって最も信頼でき、最も尊敬できる教習海兵だった。若い頃から互いに励まし合い、勝利の日に酒を交わし合う時間が何よりも好きだった。アノーキーがいたからこそ、今の自分がいると言えた。高まる感情を抑え、鉄は不意に地球に残る妻を通訳した。仕事に明け暮れた人生だったが、縁があって生涯の伴侶と出会うことができ、幸運にも子供を授かったところだった。妊婦となった妻がこんな状況下でも子供が誕生する日を待ちわびているであろうことは、鉄夫は容易に想像することができた。鉄夫は生まれてくる子供のためにも地球の未来が欲しかった。全身に力がみなぎった。幼い頃からの夢であった軍人という仕事を心から愛していたが、それ以上に大切な存在となったタリオ、自らの命に変えてでも守り抜きたいと切に思った。絶対に成功させてみせる。地球を救ってみせる。連隊長、ウィルキンズ殿からです。部下が告げ、鉄夫はうなずき通信機を手に取る。ウィルキンズはザナ突入部隊、つまり友人オートマトン部隊を率いる隊長だった。若年ながら隊長閣に任命されていることから、それなりにオートマトンと突入作戦の知見があることが伺えた。地球軍突入部隊長、鉄夫だ。機関らの支援に感謝する。ウィルキンズはへっと笑ってから口を開く。相変わらず硬いやつだな。惑星破壊兵器の模擬設計図はかなり精度が高いようだぜ。予想通りに道が連なってるからな。それにしても。ウィルキンズはそう言って周囲を見渡した。鉄夫が無言で待っていると、彼は少し神妙な顔つきになって続ける。狭いのはともかく不気味なところだな。魔物が救う洞窟のようだぜ。鉄夫は無表情のままうなずく。いわゆる内部経路がある以上、ある程度は人間が往来できるような環境が整っていると想像していたが、実際は光もほとんどなく、ただ無造作に空間が広がっているだけだった。
空間は黒く塗り込められ、ところどころに紫色の光が息づくように灯り、消えていった。その黒い壁をよく見ると、とてもだが新しいものには見えず、まるで何千年も前から存在していた遺跡のように、至るところから古めかしさが感じられた。あるところには亀裂が走り、あるところには人為的なくぼみが見られた。彼が言っている通り、どこか巨大な怪物の胃袋にでも突入したような、魑魅魍魎の魔物が住んでいるような空気が横行していた。よろしくな、地球人。鉄夫は特に何も言わず、ただうなずいた。ウィルキンズはまた、へっと笑って通信を切った。ザラ人と共に戦うことに異論はなかったが、鉄夫は異星人との連携に少し懸念があった。これまで地球人類は言語が違う人種間で何千年にもわたって戦争をしてきた。突然異星の人間と共に戦うことになり、うまくことが運ぶものか、疑念がないわけではなかった。だが鉄夫は小さく首を横に振った。違う。この突入作戦は我々地球人類にとっての戦いだ。ザラ人と衝突しようがしまいが、大事なのはフィールド発生装置の破壊作戦を絶対に成功させるという魂だ。優先順位を見誤ってはならない。あの若いザラ人の隊長の指示が不適切だと少しでも感じたのならば、私がすぐに通信を入れるのだ。それくらいの気概なくしてどうやって作戦を成功させる。惑星破壊兵器が地球文明をリセットするまで残り24時間を切っていた。地球軌道上、100億近くの市民が息づく惑星は宇宙戦争から隔絶されたはずの存在だった。しかし、地球軌道上に咲いては消える爆光の嵐がすでにその時代は変わったのだと告げていた。嘘だ。ジャスティンは視界に広がる光景を信じることができなかった。惑星への直接攻撃。今まで拉致外にしていた残酷な現実が目の前にあった。惑星破壊兵器の進行方向には迎撃のための地球軌道最終防衛線が敷かれていたが、反対側は全くの無防備だった。月面基地、そして政府避難線がある反対側は惑星破壊兵器の軌道から逸れており、誰もが安全地帯だと思い込んでいた。しかし今、銀河帝国艦隊がオレンジ色の攻撃を地表に打ち付け、さらには地表から上がってくる脱出シャトルも巻き添えにして、その破片を散らしていく。1500隻の銀河帝国艦と地球ザナ艦隊が入り乱れた艦隊戦の中、ジャスティンの脳裏に妻と子供の顔が浮かんだ。今までどこか地球を守り抜き再会できると信じ込んできた自分がいたことに気がついた。少なくとも自分が死なない限り、戦いは終わらないと信じて前に進んできた。しかし、地球が敵艦隊の攻撃にさらされた今、その順序はひっくり返された。妻子がいるアメリカ大陸ワシントン州に襲撃が及ぶのも時間の問題だろう。極度の焦燥感がジャスティンを襲い、烈迫の勢いで通信を入れる。グロタンディエグ蒸気大将、最終防衛線の移動及び避難線護衛艦隊の応戦を要請する。この無慈悲な攻撃を一刻も早く止めなければ。敵の生命を奪うという至極単純な真理が存在する戦争においても、規律は求められるべきだ。一般市民を冷徹に殺戮する敵の思考がジャスティンには理解できず、怒りを抑えきれなかった。是が非でも止めなければならない。ジャスティンの全身を包む温度が急激に上昇していく。その時だった。こちら要塞司令部タークです。お待ちください。そして最終防衛線の迎撃兵器はこの局面で使用すべきではありません。移動に時間がかかることに加え、敵艦隊の標的になれば一網打尽にされる可能性が高く、惑星破壊兵器の総攻撃作戦で火力を失うことになります。また最終防衛線には試作旧型兵器が多く、そもそも敵艦隊を迎撃できる確率は低いと考えるべきです。直ちにご再考を。その通信は参謀総長タークからだった。ジャスティンの横目にアメリカ大陸が入り、すぐに首を横に振る。そんな悠長なことを言ってる場合ではない。今この1秒で一般市民が犠牲になっているのだ。少しでも多くの迎撃兵器が必要だ。指示は変更しない。グロタンディエグ上級大将、可及的速やかに取り掛かってくれ。我々は地球を守る艦隊だ。惑星破壊兵器軌道方向に集結しつつある旧型試作兵器と艦艇群の半数が一挙に動き出す。少し時間を置いてから臨時大統領から連絡が入ったが、ジャスティンは責任は取ると言って決断を変えなかった。ジャスティンは大きく息を吐き出し、銀河帝国艦隊に視線を戻す。ビクトル艦隊のアナイア粒子がほぼ底をついている今、地球艦隊がこの危機を脱し、星を守らなければならない。一般市民、そして家族を守り抜く義務と責任が、総司令官の両肩にはあった。
星破壊兵器内部。突入してから2時間が経過していた。ここまで前期異常なく進んでいた。グラハム率いる突入部隊は突入後早々に潰されたため、常に敵襲に気を配りながら進む必要があった。また模擬設計図は想定より精度が高かったものの、惑星破壊兵器内部に進むにつれ徐々に想定と異なる構造が散見されるようになっていた。それは惑星破壊兵器の中心部に進むにつれ復元技術の難易度が上がっていることを意味していた。想定していなかった分かれ道や袋工事が多数あり、突入部隊はおのずと分散していった。ザナ艦隊にでさえ解析ができず判断することもできない道を進むには徹底した情報の伝達が不可欠だった。残り22時間というタイムリミットに神経を尖らせながらフィールド発生装置へと突き進む。鉄オレン隊長は眉間にシワを寄せた。小惑星隊で打ち破った惑星破壊兵器との戦いでは数知れない攻略作戦を畳みかけたが、どれも失敗に終わった。アローレイレーザーの連射を耐え抜き、小惑星と準惑星の衝突でも止まらなかった兵器の内部が侵入者に対して緩いとは考えにくかった。すでにフィールド発生装置の候補箇所にたどり着いた部隊から報告が入ってはいたが、いずれもダミーを掴まされる形で失敗に終わっていた。フィールド発生装置の候補箇所、すなわち熱源の高い構造を狙って探索した結果は、いずれも分散配置されたエネルギーの貯蔵庫のようなものだった。一部の部隊が破壊を試みたものの、フィールドへの影響は一切なく、無数に存在する予備のエネルギー貯蔵庫を一つ破壊したに過ぎなかった。全てを破壊するための爆薬も足りず、突入部隊は本物のフィールド発生装置に当たるまで貧乏くじを引かされ続ける形となっていた。立て続けに来る失敗の報告に鉄尾は内心舌打ちをしていた。当たり引けるといいですね。不意に通信を入れたのは鉄尾と数多の戦場を渡り歩いてきた中隊長だった。鉄尾たちの標的となるフィールド発生装置まで残り 30km。 もうすぐその答えがわかる。俺は運が悪いからな。お前の運次第だ。鉄尾はにやりと笑い、後方で部隊をまとめる中隊長との通信を切る。時間にして30分。突入部隊は今内部通路の枝分かれにより4機程度の小隊や12機編成の中隊に分かれて行動していた。先方は今回の突入作戦では熟練パイロットとなるジャワードが務めており、あくまで突入兵として経験値が高い鉄尾らはそれらを追う形となっている。鉄尾が鋭く前方を諌めた時だった。止まれ。鉄尾は突如そう指示した。何が原因かは分からない。視界に一瞬映った何かが鉄尾の五感に危険を告げていた。赤い膜のようなものが前方を通り過ぎ、何かが作動するような重低音が壁を伝って鳴り響いたのは数秒経ってからだった。中隊長は不安を隠しきれないのか言葉を漏らす。今の音が防衛機構の作動を意味するものなら、フィールド発生装置は確かにこの先にある。鉄尾はその直感を信じ、ウィルキンズを含めた各部隊に通信を入れた。情報の報告を素早く行うと、フィールド発生装置から半径 30km 以内に入った突入部隊に対し、速度を落として慎重に進撃するように命じた。異常事態が発生した際の鉄則を、鉄尾は何事もなかったかのように一切の無駄なくこなしていく。鉄尾連隊長、第4中隊が指示を無視しているようです。ほぼ同時に第4中隊の動きに異変が生じているという報告が入る。フィールド発生装置から半径 30km 以内に突入しているにもかかわらず、鉄尾の忠告を聞かずに前進し続ける人機部隊は強襲用の新兵器砲を与えられている部隊だった。自信があるあまり忠告を無視したのだと鉄尾は察した。戦場に出るパイロット、特に若いエースと呼ばれる優秀な兵士はその場での判断を優先する。ため息をつきながら鉄尾が警告する。どちらレジメントリーダーより第4中隊へ。この先は本物のフィールド発生装置である可能性が高い。速度を落とし慎重に進軍しろ。だが応答はなかった。音声による応答も通信妨害を予期した超超波応答システムによる返事もなく、すぐに異変を察した。第4中隊の人機はスピードを出しすぎていた。まるで何かに吸い寄せられているかのように。応答せよ、速度を落とせ、危険だ、繰り返す。彼らは止まらなかった。そして悪夢が起きた。第4中隊の人機部隊の1機目はそのまま通路側面部に激突し、パーツを散らしながら無情にも爆炎を上げていく。搭載していた爆弾が炸裂し、さらに後方の人機部隊へ誘爆していく。第4中隊のレーダー反応の消失を見ていた鉄尾は表情こそ崩さなかったが、内心動揺を隠せずにいられなかった。さらに視線を釘付けにさせたのが、何事もなかったかのように第4中隊の残りの機体も壁面へと激突していく姿だった。通信の呼びかけにも応じず、突然速度を上げ木っ端みじんに散っていく味方の姿は、正気を失った狂人のようにさえ見えた。一体何が起きた。
鉄は必死に脳を回転させる。彼らほどの腕ならば容易に避けることができたはずだ。当初よりフィールド発生装置付近の一帯では何らかの罠や迎撃兵器が備え付けられているはずだと考えてきた。あの重低音が鳴った瞬間に現れた赤い光、フィールド発生装置の近くを通過するとシステムに感知され焼き殺されるのではないか。この恐ろしい仮説の確度が高いこと鉄は直感した。高出力電磁波で電装系を殺す防衛システムがこの兵器には備わっているのだ。惑星破壊兵器にはやはり自立防御システムが存在している。熊本中隊長、ザナのウィルキンズ隊長につながるか。早急に対処法を立案しなければならない。戦意が砕かれる前に。熊本は通信機でウィルキンズとの回線を開く。ウィルキンズの声が聞こえ始めたと思った刹那、通信が雑音にまみれていく。やはりな、通信妨害が始まっているようだ。各隊超超波通信との平行通信に切り替えろ。超超波通信、それは電磁妨害下でも安定して使用することができる通信手段だった。妨害され部隊の位置が特定されやすい通常の音声通信とは異なり、通信を極限まで簡略化することで正確な通信を担保するものだった。鉄尾の音声指示は即時バイナリー通信に翻訳され、各部隊はスイッチの2回切り替え、すなわち指示了解を示す通信で応答した。マルタンの眼前に映し出されたモニターには銀河帝国艦隊の砲撃によって燃え盛る地球の都市群の姿があった。太陽方面と正反対の都市は大地に砲撃の跡を刻みつけていた。あまたの銀河間戦争で繰り返されてきた光景、そうだと分かっていてもマルタンにはそれが許せなかった。ザナも同じように銀河帝国の惑星を攻撃し消滅させてきた。逆も同じだ。それをさも当然とする歪んだ構造の中で自分は罪を犯し惑星を消す決断をしたこともあった。理想を追っても消せない過去の呪いがマルタンを苦しめていた。まずはこの辺境惑星を消す。そして次はザナだ。アトバースの声が響く。惑星破壊兵器の前面に配置された銀河帝国艦隊は残り5000隻、マルタン艦隊は予備戦力が合流し残り1000隻と五分に近い戦況だったが、両艦隊は遠方から砲撃を仕掛けるだけで戦線は膠着していた。マルタン、貴様は矛盾している。その汚れた手をよく見ろ。デュントスの民の血で濡れている。貴様だけではない、私の手もそうだ。そんな手で何ができるというのか。我々は生まれた瞬間から敵なのだ。我々が殺し合うのはもはや生きるためだ。マルタンは自分の手を見つめた。汗が滲んだ手のひらにマルタンは血を原始した。洗っても洗いきれない罪と業が確かにこの手に染み込んでいる。全てのザナ人、銀河帝国人の手には互いの同胞を殺し合った血が染みついている。しかし宇宙連邦が作り出した歪んだ仕組みを終わらせるには誰かが旗揚げしなければならない。歪んだ仕組みを破壊するということはあらゆる矛盾、罪を背負いそれを断行するということだ。地球を助けると決断した時からこの思いは変わらない。マルタンは歯を食いしばり、自分に今できる最大限の判断を下す。アトバース、もう一度よく考えてほしい。この戦いを終わらせ銀河帝国と分かり合う。マルタンは再び湧き起こったその感情に押され、そう通信を入れた。ガルバージを失い突入部隊が2時間以上無事である今ならアトバースの心情は揺れているはずだ。矛盾、後悔、罪、全てを受け入れマルタンは最後の望みにかけた。ザナ星の首脳島にいた時と同じだ。地球艦隊との戦いは止められないと確信していた。不可能だと断じていた。しかし最終的には相当の解散権発動に至り戦いは終わった。人間は最後は理屈ではなく感情で動くものだ。アトバス、これは終わらない戦争だ。この戦いは本当に銀河帝国にとって利益ある戦いなのか考えるべきだ。我々は生まれ落ちた瞬間から身につけてきた常識によって虚構にとらわれている。宇宙連邦に隷属していれば安泰でいられると錯覚しているんだ。だが時代はもう変わった。共に戦ってほしいとまでは言わない。だが戦いを止めることだけはできるはずだ。銀河帝国艦隊の司令官はしばらく返事をしなかった。ザナ星間共和国と同じく長年宇宙連邦の下で繁栄を享受してきた銀河帝国ならば、近年の宇宙連邦の変化に少なからず違和感を覚えているはずだった。だが違和感は何か大きなきっかけがなければ行動を起こすほどには至らない。これまでの長いしきたりを変えるには
人間の誰もが持つ心情の奥底を波打たせる必要があった。貴殿にだって分かっているはずだ。我々はそもそも宇宙連邦と戦う考えすら浮かぶことがなかった。これは非常に不可解だ。我々は飼いならされていたんだ。それこそが彼らの次の言葉を紡ごうとした時だった。クックと低い笑い声がマルタンの舌を打った。貴様は同じことを繰り返している。デュントスのあの日も、デモーナを殺された時も、今も貴様は劣勢になった途端にそうやって平和主義者のような顔をして自分の言動を正当化しようとするのだ。マルタ、貴様は気づいていない。目を背けているだけだ。我々銀河帝国はこれまで通りの日々を享受することができる。変化を受け入れなければならないのは滅びゆくザナだけだ。そうだろう、虐殺者マルタ。アトバースとの通信が切れた直後、銀河帝国艦隊機関アズマイルから異常な熱源が探知された。敵機関を拡大するモニターが映り、マルタンはゆっくり唾を飲み込む。敵機関は大破したガルバージュと同じシグロのモヤをまとっていた。ガルバージュに使われていた宇宙連邦製の動力を接続し、惑星破壊兵器と同じ輝きを持った旧敵の機関にマルタンは身構える。ついにアズマイルが正体を表すのだ。この戦いはやはり終わらない。マルタンは理想を追う自分に辟易しながら全艦隊に迎撃体制への移行を命じる。滅亡の光は。